8時にこの東京タワーもライトダウンします。15秒前でございます。いきますよ。キリコ黙って。はい、10、9、8、7。これから増上寺の100万人キャンドルナイトというのに行ってみたいと思います。ここは芝公園です。さっきまで降ってた雨が急に止んで、なんか幻想的な感じになってます。Love.
増上寺の横の道を歩いてます。東京タワーがまだ消えてますね。消えてると真っ暗ですね、この道。Thank you.
ご覧の通りまだ東京タワーが消灯されてますけど、増上寺の100万人キャンドルナイトを見てきました。行きがけ雨が降ってたんですけれども、雨が止んで結構幻想的な感じで楽しかったです。ライブやってたんでゆっくり見れると面白いなと思いますね。もっと楽しめるなと思いますね。それでは今からウォーキングして帰りたいと思います。それではまた。